こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今日はですね、いつもウォークマンやってるんですけど、ウォークマンの中でもですね、ネットワークウォークマンの、まあ、初期的なものですね。これはね、WM-E75 っていうやつなんですよ。これね、E75。どっか書いてないの？そうですね、WM じゃない。NW-E75 ですね、これ。これですね。実はね、これはお得意さんからですね、まあ、動くんだけど、ネットワークっていうかですね、パソコンにつながらないんで、ちょっと見てもらえますかっていうことで、預かったものがこれなんですよね。で、まあ、今からやりますけど、あと、昨日、メルカリで届いたやつがこれですね。一応ね、3000円だったんですけれども、一応ね、取説とかですね、箱とかも揃ってたんで、これがそうですね、これ箱ですけどね、買っちゃいました。で、まあ、この箱の中に何が入ってるかっていうとですね、まあ、ストラップですね、とあとこの巾着みたいなね、これがあってですね、あとこれソフトですね、ソフト。こうバージョン 2.0 って書いてありますけど、これね、オープン MG っていうやつで、ソフト、じゃあソニックステージっていう、まあ、ソフトですね、ソフトの 2.2が入ってます。まあ、これも後からちょっと説明しますけれども、それで、トリセツね、このね、E75 のね、トリセツはネット上でも、検索してみることができるんですけれども、まあ、ソフトウェアのインストールガイド、この辺があります。はい、こういうのね。で、こんなネットから音楽をサクッとダウンロードなんていう、こういうね、チラシが入ってましたね。はい。で、ちなみにね、この E75 はですね、いつ頃の商品かっていうとですね、2004年ですね。2004年の製品になります。だから僕なんかが使ってるウォークマンっていうのは、カセットウォークマンで、いつもね、やってるのはね、1979年に始まって初号機がね、で最後の、カセットウォークマンが2005年のものが最後なんですけれども、だからちょうど この商品はですね、その最、カセットウォークマンの最後の機種と入れ替わるようにして出たんですね。はい。で、今のネットワークウォークマンは、iPod と同じように、中にメモリー、ね、フラッシュメモリーですね、内蔵されていて、で電池はリチウムイオン電池が内蔵されてるんですね。なんですけど、これはね、ちょっと特徴はですね、何かっていうと、電池ですね、電池が単4電池1本で動くようになってます。なので、リチウムイオン内蔵型特有のですね、電池が下手って使えなくなるってことはないんですよね。依頼者っていうかね、ちょっとこの持ち主、本来の持ち主、これ借り物なんですけどね、依頼品なんですけれども、その人もやっぱリチウムイオンの電池だと劣化が激しくて、3年ぐらいかな、2年とか3年ぐらいで、電池交換しなくちゃいけなくてですね、それにはまあ分解してやらなくちゃいけないんで、普通のユーザーはなかなかそこまでできないということで、この、単4電池だということでね、購入したみたいなんですけれども、ちょっとね、やっぱり、ね、問題がありました。で、以前もちょっと紹介した MS ウォークマンという、これはメモリーがですね、このメモリースティックに入ってるタイプですね。これはね、2000年よりも前かな、2000年ぐらいかな、ちょっと
と忘れましたけどね、そのくらいに出たやつ、まあ、動画にしてあるんで、そこ見ていただければいいんですけど、その紹介はね、これは電池はどっかこの中入ってるんですかね、リチウムイオン電池かな、これ内蔵してるのかな、うん、これまだ分解してないんで何とも言えないんですけどね、今度やりますけどね、まあ、こんなような製品があります。初期の段階ですね。今の、ネットワークウォークマンは、まあ、さっき言ったように iPod とかと iPod Nano とかですね、iPod、まあ、Nano ですね、 iPod Nano と同じような仕様のものとなります。はい、これはねちょっと動くんですけど、でこっち新しく買ったやつも動くんですけど、これ今動かしたらノーデータってことですね、音楽データ入ってませんでした。で、これ預かり物のやつでちょっとやってみるとですね、オンしてあれ？なんで？ちょっと待ってください。電池が入らない。電源が入らない。はい。ですね。なんか不思議な現象が起きてしまいました。昨日までね、昨日このパソコンにつなげてですね、やってたですね、預かり物をですね、ウォークマンが、このネットワークウォークマンね、なんかいきなり電源が入らなくなります。電池かと思って電池見たんで、新しい電池に交換したんだけど、どうもバックライトつかなくて表示ができないですね。何でしょう、こっちのですね、昨日来たやつはあのノーデータってことで、ちょっと見えないかもしれないですけど、ここ表示できますんでね。何かな、ちょっと変な現象がいきなり起きてしまいましたね。ずっと この預かり物でテストしてたんで、昨日までね、なんですけどいきなり動かないですね。うん、ちょっとまたお仕事が増えてしまいます。ちょっとダメですね。なのでしょうがないんで、コネクトのテストはこちらの昨日買ったやつで、データはないですけど一応ね、ノーデータということで出てますんでね、はい、こっちで進めたいと思います。こっちのね、預かり物の方はちょっと、もうちょっとですね、うん、なんか接触不良どっか起きたのかもしれないですね。ちょっとまたね、後で解析したいと思いますけれどもまあ古いものなんでね、いろいろな現象が起きるんですよ。で、まあこれウォークマン自体はですね、まあネットワークウォークマン自体はまあみんな似たり寄ったりなんですけど、その中でまあ iPod とかですね、 iPhone とかですね、その辺の機器と共通でもあるんですけど、やっぱね欠点があるんですよね。僕が一番懸念してるというか、なんとかしたいと思ってる欠点なんですよ。まあ使用上の欠点とも言えるかもしれないですけど、それはですね、まあここにウォークマンはあります。僕がやってる、いつもやって修理してるですね、カセットウォークマンなんですけど、この場合は外につながるのはカセットだけなんですよ。まあイヤホンとかありますけど、リモコンとかありますけど、全部その製品でね、製品で完結してるんですよ。要するにあのカセットがこう他のところでやり取りするだけでですね、あとはもう製品として完結しているんですよね。ところがこうネットワークウォークマンとかですね、 iPod、iPad もそうですし、iPhone もそうなんですけど、それはですね、この単体ではですね、あのフルに活動っていうか、なんだ、活用できないんですね。必ず外とつながることで、機能するものですね。だから一時的に切り離してですね、これだけで音楽を聴くことはできるんですけど、音楽入れるのはですね、このあのカセットウォークマンのようにカセットを入れればいいわけじゃなくて、
まあ、こっちの MS ウォークマンなんかはマイクロカセット、まあ、じゃない、あのメモリスティックっていう媒体を入れるんですけど、それにしてもメモリスティックはどうやって作るかっていうことになると、やはりですね、あのソフトが必要になってくるんです。これに、ここに今入ってますけど、要するに本体ウォークマンとプラスソフト、もしくはあのネットワークっていうことがですね、一体になって一つの機能を果たすっていうか、ウォークマンという製品として成り立つんですよね。はい、それは iPod も iPhone も、iPad とかもね、そういう今の製品っていうのは、まあ大きく言えばパソコンもそうですね。パソコンも昔のパソコンはですね、まあ1980年代以前のパソコンはどちらかというとネットワークっていうものにつながってなかった、もしくはネットワークっていうものにつながってたとしてもですね、昔のはパソコン通信って言ってですね、モデムで電話回線を使ってですね、ピーピーガーガーとやってた時代ですね。それに対して、まあ、革命的に変化を起きたのは2000年に入ってですね、日本では ISDN とか ADSM でしたっけ、その辺の ADSM じゃなかったっけ、ちょっと忘れちゃいましたけどね、要するに電話回線なんですけれども、あの通信をメインにした電話回線の技術っていうのができてきてですね、それが光ファイバーに変わってインターネットっていうまあ広大な情報の海につながるようになったっていうのが、まあ僕は2000年ぐらいだと思うんですよね。で2000年ぐらいも、データシートとかですね、その辺をダウンロードするのにえらい時間かかってた時代ですね。動画なんていうのはもう夢にも思わないぐらいな話でしたね。まあそんな時代にテレビ電話やってたんでちょっとまずかったんでしょうけどねプロジェクトを起こしたら、あの社長がそんなものを作ってもしょうがないよって言われちゃいましてね、ぼしゃってしまったケースはありましたけどね。まあ音声もできない時代に動画をパソコンでやろうなんていうのはちょっと早すぎたでしょうけれども、まあそれはさておいてですね、まあそうやってウォークマンもですね、あの CD ウォークマンとか、あのカセットウォークマンの時代はもうその単品で動く製品でしたけど、ネットワークウォークマンになるとパソコンやですね、ネットワークにつなぐことによって機能するっていうものになりました。で僕なんか扱ってる製品として修理の対象になってるのはやっぱり本体なんですね。だけれども本体を直してもですね、それがネットワークなりパソコンにつながらないとですね、やっぱり飾り物に終わってしまうっていうことがあって、今回もちょっといい機会だったんでね、ちょっとまだ完璧じゃないですけどやってみました。で僕もね、ネットワークウォークマンってあんまりほとんど使ったことないので全く知らないでちょっとやってたんですけれども、ネットワークウォークマンの場合は基本的にパソコンにつなげます。これは USB です。大体 USB ですね。これはこの E75 はですね、ミニ USB っていうやつですね。これですね。これ今あこのつながりこういうやつ、ちょっと見えない。まあ一般的に今使われてるやつですね。それとまあ特有のですね、こんな平べったいですね、平べったいしかない、これがあるのかな、まだ他にあるかもしれないですけど、今僕が知ってるのは今のところね、これなんですけれども、そしてですね、これを例えばこのね、この接続のところにこう挿すんですけども、で挿してこのパソコンに、まあ、USB メモリとかと同じように認識させるんですよね。ところがですね、あの通常今 の USB メモリーとかはあのパソコンにつなげればピポンとかって言ってですね、あのファイルとして読めるようになるんですけど、うん、最初はそれをね、僕もそういう風になるもんだと思ってたんですけど、全然反応しないんですよ。それでいろいろとですね、調べたらですね、あの基本的につなげるにはですね、必ずソフトウェアを
パソコン側にインストールしなくちゃいけないらしいですね。はい、メモリスティックの場合もね、そのソフトウェアがないとですね、音楽入れられないようになって、まあいろいろ著作権の問題とかいろいろあるみたいなんですけど、まあそういった必ずパソコン側にソフトウェアが必要ですね。その中にドライバーが入っているようなんですけど、まあちょっとやった感覚だけなんですけど、USB のこう一番ハードウェアに近いレベルの、レイヤーっていうんですけどね、層に対しての、ドライバーではなくて、そのもうちょっとね上のレベルのドライバーがこのソフトに入ってるようなんですけどね、まあその辺はちょっと細かくなっちゃうとあれなんであまり説明しませんけれども、とりあえずですね、これ今入ってるのはですね、ソニックステージ 4.3 っていうのが入ってます。これですね、これが入ってます。でその前のソフトってなると、これオープンジュークボックスっていうのがありました。これはコピーライトは2000年になってますね。2000年コピーライトになってますね。その頃はオープンジュークボックスっていうソフトで、動くようになってました。その後この、ソニックステージっていうのが、この 4.3 は、2007年ですねのリリースになってますよ。 4.3 はね、はい、でちなみにね、これこのバイオなんですけど、ちょっと面白いバイオでしょこれ。あのもらい物なんですよ。あのお得意さんがね、くれたんですよね。でまあ飾りみたいな形でちょっとコレクションで持ってたんですけど、ちょうどね、あの良かったんで、これ今回使わせていただきました。うん、ここでね、こうやってカーソルが動いて、まあ見えるかな、ここでねカーソルが動きましたね。カーソルが動いて、まあ こっちであの、マウスの右ボタン左ボタンがここに来るんですよね。こんな感じになってます。はい、これなかなかいいんですけど、ちょっとね欠点はね、今で電池がね下手ってて電池駆動できないっていうのはあれですけどね、まあ今にちょっと電池も交換したいと思います。まあちょっと脱線しましたけど、こういうソフト、これはね今ね、さっき言ったソニックステージ 4.3 が入ってます。ちなみにこの、バイオに内蔵されてたのが、ソニックステージの 2. いくつっていうのが内蔵されてました。なのでちょっと新しいバージョンに、なぜかというと 2. いくつっていうのはあの2004年の、リリースなんですよ。そうするとまだこのですね、E75 ができてない、違う、2002年のリリースで、このパソコンね、バイオがね、その時にはこの E75 っていうのがなかった時代なんで、ちょっと対応してるかどうかがちょっと微妙だったんで、4.3 の新しいバージョンの方に変えてみました。ちなみにこの、ソニックステージ4、ソニックステージ CP っていうんですけれども、これのバージョンは 4.4 が最後かな。で、ソニックステージ、バージョンの 5. いくつっていうのはまた別のね、完全に違うソフト、名前も違ってたかな、なんかちょっとあの今も Windows、Windows 10で動きますけど、それ今現在動か、現在ね2019年現在に使われているソフトは、また別にあります。で問題なのはですね、今回もそうですけど、ウォークマンのこのネットワークウォークマンね、問題なのはですね、このソフトはあるんですけど、その今回の例えば、ソニックステージ 4.3 が動く環境はですね、どうもビスタまでなんですよ。XP とかビスタまで。で、ビスタの後に Windows 7になって、8になって10になるんですけど、その、Windows 7よりも、7やその後の OS には、このソニックステージは対応してないんです。ということは、
まあ、対応してないんで、今現在だと Windows 10でこいつが動かない、うん、ただあのちょっと実験的にやってみたんですけど Windows 10のプロフェッショナルにこれ入れてみました。入れたらですね、あのインストールは 何もですねエラーメッセージ出ずに何もおかしいことがなくインストールはできました。でやったなと思ってですね、あのつなげてみたらですね認識しませんでした、ただピポンって音はするんで、あの一番低次元のね認識はしてるんでしょうけど、うん、だけどソフトとの間のリンクっていうかですねつながりはどっかで途切れてるらしくてですね、ソフト自体ソフトウェア自体このね、ソニックステージのソフト自体では認識されませんでした、なので、まあ単純にまだいろいろな方法もね選択肢を探していていくつか見つかってるんですけれども、今現在僕が知ってる限りで言えばですね、やった限りで言えばこのネットワークウォークマンに関して、まあ、古いものに関してはですね、やっぱ Windows XP もしくは Vista、 あんまり Vista はね進めないんでね、嫌いな OS なんでね、めちゃくちゃ嫌いな OS なんでね、遅いしね、非常にダメだった OS なんですけど、XP かその前の、うん、バージョンの Windows でないと、うん、Windows、うん、Windows ですねLinux のやつはないみたいなんで、そうその Windows XP の環境でないとですねこのデータのやり取りができない状態ですね。はい、ちょっと今ねこれでまあ何分古いもんなんでね、あのいろんなところで不具合というかですねうまくいかない、これ今コネクトって出てるんですよ、はい、ピンポンと音がしますね。これでやるとですねこの音楽を転送、まだ、音楽転送ってやるとですねこのネットワークウォークマンっていう、選択肢が出てきます。そんでピッポッと押すとですね一応、うん、何もないんで何もないんで特に何も表示されないんですけど中身がねこうなって、ここにここのフォルダにはネットワークウォークマンって書いてありますね。インターナル、ネットワークウォークマンインターナルって書いてますね。はい。ね。ちなみにですから、この、もう一回、このメモリスティックの方を、あれ、どこだっけ、こっちか、うん。これは、例えば、ここに、これね、メモリスティックをここに入れると。こうすると、にメモリスティックって出てきますね。これを押すと、これ出てきます。ちょっと 見にくいかもしれないですが、タイトルっていうか出てきます。こうやってね出てきます。これは再生できるかな。再生してみます。はい、再生できましたね。はい、こんな感じでつながりますね。今これはネットワークをじゃなくてあのメモリスティックですけど、これと同じように今ノーデータなんでしょうがないんですけども、本当は依頼品のやつでできればこういうに音楽入ってたんで、ちょっといいかなと思ったんですけれども、うん、ちょっと動かなくなっちゃったんで、うん、こんな感じでねあの一応できるんですね、でただまあ今度またやるかもしれないですけど、まあやっぱ著作権の問題でねちょっと制限がありますね。ですから例えばこの今こういうふうに入って
音楽入ってますけど、その入ってる音楽をですね、またこのパソコン側にね、移動するしようとするとですね、例えばこのやつをですね、自分のライブラリに移動しようとします。こうやってドラッグしてですね、ピッてやるとですね、エラーメッセージが出る。はい、エラーメッセージ入れてきましたね。この転送中にエラーが発生しました。このエラー内容なんですけど、以下の曲についてはネット MD 機器や他のコンピューターで録音されているため、マイライブラリーに転送できませんでしたって書いてありますね。要するにですね、録音した、媒体からですね、こうネットワークウォークマンなりこうメモリスティックに移動しますよね。それはできるんですよ。だけどその移動されたものをですね、もう一回元に戻そうとするとですね、同じ環境でないと元に戻せない。それ多分著作権だと思いますよね。そうでないとこう違法にこう拡散してしまうっていうことなんだろうと思います。ちなみにね、これコピーじゃなくて移動みたいですけど、僕コピーのモードもあるのかもしれないですけど、基本的には著作権の問題があるので、データを移動させる、要するに移動ってことはコピーした後に元のデータがなくなるっていうような、そういう転送が基本みたいなんですけど、まあ、その辺はちょっとまだ調べてないからわからないですね。まあ結論から言うとですね、古いネットワークウォークマンに関してはですね、その機械が動いてるかどうかじゃなくて、それを動かすパソコンなりの環境もちゃんと見ないとですね、買っても自分の好きな音楽を中に入れることはできなかったりしますね。はい。だからまあ僕としては、まあこういう環境は自分でいろいろ研究用というかですね、調査用とかで作ってますんで、まあ例えば依頼されればですね、好きな音楽をまあ CD なりね、ネット上の なんかそういう、SD カード何でこう入れといてもらって、MP3 かなんかで入れといてもらって、それをウォークマンの方にね書き込んであげるっていうようなサービスっていうのは、可能なのかなっては考えてます。じゃあですね、まだちょっとこれから先はなんていうんですかね、まだ実験も何もしてないんでわからないんですけど、一つね、いろいろとこの調べる中でですね、じゃあ Windows 10 で動かすことは本当にできないのかなっていうことで、ちょっとね今調べたんですけど、シミュレーターっていうのがあるんですよね。でどこまでできるかわからないんですけど、一応スペックを見る限りシミュレーター、ただ単にシミュレーター試そうと思ってるのは、オラクルっていうね、昔サンマイクロシステムズがあってですね、それがオラクルにこう買収されるんですけど、オラクルっていうのはもともとはですね、ネットワークの、ハブとかルーターとかを作ってたメーカーで、今もやってると思うんですけどね、そのオラクル、オラクルがまあオラクルでまあ一般に有名なのは Java ですね。 Java を開発しているのがオラクル、もともとサンマイクロシステムなんですよね。サンマイクロシステムっていうのは、まあ、ソフトウェアの会社と、ね、でコンピューターの会社で、何コンピューターが忘れちゃった、マイクロコンピューターじゃなくて、ワークコンピューターじゃない、忘れちゃった。もうすぐね、言葉が出なくなっちゃうんですけどね。要するに、
こう個人用向けのワークステーションですね。ワークステーションという、個人向けじゃなくて、まあ、CAD とかですね、工業に使うコンピューターなんかを、まあ、主に作ってた、企業なんですけど、そこで、バーチャルマシンっていうのをやりました。それがですね、今でいう Java の、まあ、原型というか Java そのものがバーチャルマシンなんですけど、要するに、いろんなね、こういうパソコン環境とかですね、コンピューター環境ありますよね。そうすると、その OS とかそういうのとか、あとはハードウェア、まあ、CPU の種類によって、ソフトウェアが動かなくなるっていうわけですよ。互換性がないんですよ。その互換性を超えて、互換性を超えてっていうか、そういうしがらみを超えてですね、どのコンピューターでも動かせるようにしたいっていう発想から生まれたのがバーチャルマシンなんですよ。で、それが実用化されてるのが、Java なんですね。 Java はですから JavaScript と Java は違うんですけど、まあ厳密に言うと全然違うものなんですけど、 Java のコードはなんつったの、中間言語、ちょっと細かくなるからやめようかな。中間言語って言ってコンパイラーって言って、記述するコンピューター打ち込むやつからですね、コンパイラーって言って翻訳するですね、最終的に機械語っていう、データになって個々のコンピューターで動くんですけど、その間の中間のところで止めとくんですよね。そんでその最終のコンパイルの部分を実際に動かすバーチャル、マシンの上でこう実行するっていうような、ちょっとまあ詳しいことは Java とかですね、バーチャルマシンで Wikipedia かなんかで調べれば出てくると思うんですけど、そういう思考のもので、それは異なるアーキテクチャっていうのは、その OS であるとかですね、システム構成であるとか、CPU とか違う異なる環境下で同じプログラムを動かすための、まあ、仕組みということなんですけど、ね、そういうのがバーチャルマシンなんですね。で、今もですね、サンマイクロじゃないや、オラクルでそれやってて、Java はまあ成功していつもやってる、ネットワークにつなげると、まあ、いつもね、動いているような、ものなんですけど、それとも別に、ちょっと名前ど忘れしましたけど、オラクルがやってる、そういうバーチャルマシンが Windows とか、Linux とかですね、その辺も含めてバーチャルマシンがあるんですね。で、面白いことには、分離してる、まあ、ベースもともとのこれだと XP ですけど、普通だと例えば Windows、 これはそうですね、このマシンも Windows10 なんですよ。 Windows10 の中にそのバーチャルマシンをインストールしてですね、そのバーチャルマシンに Windows XP を入れると、なんて言ってんですかねなんて言ったなんて言っていいのかな、 Windows 10っていうこう器の中にですね、もう一個バーチャルマシンという器を入れてしまう。そのバーチャルマシンという器の中にですね、再度 XP を入れる、もしくはLinux を入れる、MacOS を入れるっていうことでもってですね、ベースは、Windows 10なんですけど、実際にはその中でバーチャルマシンを通してですね、仮想的に Windows、98とかですね、Linux を動かすっていう仕組みがバーチャル提供されてまして、オラクルのものと別にいくつかあるみたいなんですけど、まあ、Wikipedia でちょっと調べたらですね、今現在も、開発が進行してるというかですね、中断してないのは、まあ、オラクルのバーチャルマシンだけだったかなと。ちょっと思ってるんですけれども、ちょっと調べたところでね、それだとまあいろんなね、ハードディスクとかそういうののデバイスまで全部カバーしているそうなんで、だとするとですね、Windows 10に
Windows 10にそのバーチャルマシンをインストールしてその環境で Windows XP を入れて、んでその XP でもってソニックステージを入れればですね、もしかすると動くかもしれないということそこまでやってまあウォークマンを使いたいかなというのはありますけど、僕なんかはどちらかというと実用よりもできるかできないか、僕の好きな言葉の中でやっぱり自由とですね、選択肢ですね、あと希望っていうようなね、そういう言葉があるんですけど、要するにやるかどうかは別、使えるかどうかは別、なんだけどできるっていう選択肢を用意しておくっていうね。でそれまあこれからっていうかまあちょっと時間がかかるんでね、あれなんでやることでいっぱいなんでちょっといつやるか分かんないですけど、そういうのができるとですね、違う環境で違うやつをバーチャル的に動かすことができるんで、ちょっと面白いことができるかななんていうふうにも考えてます。それもですね、まあそんなことねあんまりやろうとしないんですけれども、たまたまねネットに繋がんないんですないけど、なんでかなっていうようなことでこう預かったことによってですね、ちょっと調べたらそういうものが出てきましたね。でそのちなみにね、そのオラクルが出してるバーチャルマシンなんですけど、それはオープンソースで、要するに公開情報として、公開されてる技術ですね。なので今現在もいろんなですねバーチャルマシンに対応するような形でやってるみたいなんでね、そういうのはいろいろと、リサーチしてみるとまたいろんな新しい技術が出てくると思いますんでね、見つかると思いますんでね、ちょっとそういうのも、やっていきたいとは思いつつですね、修理依頼品がですね溜まってしまってるんでね、今ちなみに今現在ちょっとね奮闘してるやつですけどね、こういうねこれデンスケなんですけどね、デンスケ、これデンスケ、これがね厄介なんですよね、この配線の多さ、この配線を取らないとですね、このメカがね見えてこないんですよね。なのでこれ配線取ってですね、このぐちゃぐちゃにした配線を取ってですね、中の、ゴムベルトとかですね、この、カセットのですね機構ちゃんと動くかどうかっていうのをですね確認した後にまたですねこの配線をしなくてはいけないという超ですね厄介な、マシンなんですけど、これもねちょっと預かって、依頼品預かって、るんでこういうのをやってるんでね、頭がちょっとパニック状態なんですけどね、はい、ということでね、いろんなことやってる中でまあちょこちょことですねレポートをしていきたいと思いますけど、なりぶんこうまとめてやってないんでね、どんどん飛んでわけのわかんなくなっちゃうこともあるんですけど、わからなくなっちゃうのもまあ楽しんでいただければいいと思います。僕がどんな風に思考してですね話してるかっていうのを想像するのもまだちょっとね違った意味でちょっとね面白いかなと思いながらね、あんまり面白くないかもしれないですけどね、はい、ということで今回ですね NW-E75 なんですけど、実際ねこれウォークマンだけに言えることじゃない、ネットワークウォークマンだけに言えることじゃなくて、さっき言ったように iPod ね、 iPod も初代の iPod とかも持ってるんですけど、初代の iPod はちなみにですね、Mac でしかこう動かないという話もあったり、まだ試してないのか分かんないですけどね、そういう形で環境もね、で以前 Mac ね、マッキントッシュいくつか買って、まだ動かしてないんですけど環境を整えるという意味ではまあ動かしながらですね、初代の iPod やですね、そういうのも動かせるというかですね、ちょっと、やってみたいなと思いながらですね、結局
機械があってもデータが映せないとですね、飾り物になってしまうんですね。まあこれなんかもそうですけど、ノーデータって出てますんで、少なくともこれパソコンにつなげてですね、データを移動してやらないと、データ入らないんでね。まあ初期化はまあこのメニューでできますけど、消すことはできるんですけど、入れることはやっぱネットワークっていうか、まあパソコンにつなげなくちゃいけないと。そういうのはiPod や iPhone なんかも同じで、iPhone や iPhone に関して言えば、その本体側の OS、例えば、iPhone であれば、iOS のバージョンによってですね、新しいアプリケーションがサポートされていないと。例えば YouTube であるとかですね、LINE とかですね、新しいバージョンのアプリケーションがサポートしていない。なので古いバージョンのアプリケーションしか動かせない。で、古いバージョンのアプリケーションはですね、新しいネットワークのプロトコルに対応していない。要するにサーバーとの間の手順がですね、古いということで、今現在のサーバーとつなげられないとかですね、そういった不具合が出るんでね、その辺の解消も、今にできたらいいなと思っております。まあいろいろとね、探ってあるんですけどね、はい、ということで、まあこの辺に終わりにしましょうかね。はい、ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ長々とですね、くだらないことを話してるかもしれないんですけど、まあこれからもですね、くだらないことを話していきたいと思いますんで、もしよろしければね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。